材料確認、グラニュー糖、綿あめ器、アルミホイル、ホットプレート。グラニュー糖を綿あめ器の中に入れます。ホットプレートが焦げないようにアルミホイルを敷きます。その上に綿あめ器を乗せてグラニュー糖を溶かします。この時の設定温度は160度です。グラニュー糖が焦げないようによく観察しましょう。このように溶けていきます。液体の部分が確認できたら準備完了です。溶けたグラニュー糖が飛び散らないように箱を用意します。箱の中で綿あめ器を回転させます。すると細い糸のようなものがたくさん出てきました。これを割り箸で絡め取ると綿あめの完成です。綿あめができている様子を横から見てみます。細い糸のような綿あめがたくさんついていることがわかります。これを何度も繰り返して大きな綿あめを作っていきます。